対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがまたカバマンダか。カバマンダ死ぬほど多くねえか。これ昔からなんだろうな。俺が成長していない間にこのカバマンダという構築がのさばってしまったらしい。レヒレハッサムラストサンダーかランドロスちゃんかバンギラス。まあサンダーでいいような気はするな。でもバンギもありか。ガルトにそんな弱くないしボーマンダーに強いから、どれいくか。グロスをハッサムでメタってボーマンダをバンギでメタる。ガルドにもバンギはそんなに弱くないし、まあ、強いて言えばガッサが重たいけど、ここ例えばサンダーとかにしたところであんま変わんないかな。ランドにしたらうちのランド純速ガッサ抜けるから、まあ割とありだけど、サンダーはな、まあサンダー刺さってんだけどね結構。でもこれでいい気がするわ。はい、はい、対戦よろしくお願いします。さあ何から来るかな。レクチュアレヒレから入って、まあ、シャッター音入ったかな。猫がめっちゃ寝っ転がってたから写真撮ってたわ。お、レヒレか。まずここで素早さ判定できれば勝ててほしい。レヒレ対決は、うわ負けてるかも。てか多分負けてるわ。まあいいよ、メソ型じゃなければな。自然の怒り、これね、自然の怒り押さなきゃいけないからね。今回パワーが全然ない方だからさ、基本レヒレの削りは自然の怒りに任せている。まあ、ただ瞑想から入ってくれれば一応自然の怒り2回は押せるんですよ。だから HP をがっつり持っていけるはがっつり持っていけるね。向こうからこっちをワンパンってのはできないしね。めんどくさいのはね、木の実とかよりも残飯のが嫌なんだよな。これ絶対木の実だろ。でも自然の怒りでいいや。殴ってくるかな。おっとガン積みか。木の実だよねこれ。だから自然の怒りここで打ってもう1回押せるから、まあがっつりは削れるとは思うんだけど、まあつってもこれ当てる前提だけどな。外した瞬間に一気に大変なことになってしまう。まあ木の実なのは分かっていると。で向こうのリヒエの技は耐えるんで、自然の怒り頼むぜ。ここ重要。今のとこさ、ムーンフォースをしたら多分木の実発動しなかったんですよ。それとここで自然の怒りをするとどっちが良かったんだろうね。あ、弱えこいつ、こいつ弱えぞ。2回積んでこのパワー、なんだこいつ、どこに振ってやがんだ。これ殴り勝てはしないものの、これムーンフォースでもいいかな。いや自然の怒りにしとこう。いかわり嫌な技をしていくんじゃん。でもさ、これもう一回行動できる。あ、でもシーダウンしてんのか。でもこれムーンフォースでいいよな。外すのも怖いし、割れなかったら泣いちゃうけどな。まあ、最悪ハッサムが一発耐えてくれるっしょ。これ割ってくれよ。割れる？割れないー。あ、やーべえこれ、やーべえぜ。まあ、Cダウンして向こうが D2 回か3回だかアップしてるからな。2回だっけ、熱湯か。しかも考えうる中で最悪の旗だなこれ。ミストフィールド消える前提の旗じゃん。熱湯ってことはパワーがないから、焼けなければ、そんなに焼けなければね。こいつパワーは全然ないっぽいから、そこはいいんですよ。まあ、ぶっちゃけラスト次第だな。カバルドンはね、ハッサムでもなんとかなるから、カバルドンはとりあえずいいんだよ。ラスト次第ってことはあと2匹いるか。だけどまあメガ枠プラス誰かだから、マンダだったら一応アイスがいる、バンギがいる、でギロスだったらハッサムが勝てる。焼けても多分勝てる。まあ型によるけどな、メサホノとか無理だけどね。マムハン型ぐらいだったら勝てる。これ焼けんなよ、頼むぜ。もし公開して1回だからな、負けたらどうなるか分かってんだろうな。ハッサメお前な、お前今結構さレート最近の中では高い方なんだけど僕、まあ、だからこそだろうな、洗礼を受けてるわ。ザコが登ってくんじゃねえって洗礼を受けてる今俺は。この洗礼に打ち勝ってこそ開ける道がある。
ポジティブに考えろ。ガスタの放射効かなくなった。聞いてきた。誰だ。これさ超難しい。ラストバンギドカン、いやバンギはいねえわ。ラストですよ。ガル、グロスと考えるか、ボーモンドと考えるか、ハリナステにしよう。ぶっちゃけ両方ありえるな。初手でヒレから入ってきてるから、バンギーがめっちゃきついってことは多分ね。これも最悪ガッサとやり合うか、ハッサム。いや、さすがにそれは無理だわ。さすがにそれは厳しいな。トンボ返り D ダウンとかも怖いし、さっさと交換しちゃおう。こいつ多分 S に振ってる分火力は低めだと思うから、まあ身代わりは割れないけどね。バンギーをできるだけ SP 残したかったっていうのもあるから。ああ、よかった。 D ダウンよくはないんだけどね。 D ダウンしたから羽とかしなくてよかったわ。 HP もっと回復するだけしてから交換しようとかも思ったけど、多分それ結構跳ねしなきゃいけないからいつか D ダウン引くんですよ。だからまあさっさと交換してしまおうという考えですね。多分毒型だよな。ここは地震から入ってラストがクロスだった場合はどうなんだろうね。お、S 勝ってる、いいね。多分毒をしてるような相手。三番聖剣とかやめろよ。わけのわからん方やめなさい。かわせ。まあしゃあないわ。こっからはね、多少読み勝たなきゃ勝てない。相手はレキレを一回切るっていう安定策があるから。相手これミストフィールドが完全にカラスキ前提のあれだな。熱湯に毒ガルド。あ、ここは分かってるんだよ。でドラゴンダンスで、ここ相手でヒレギーの可能性もあるんだけど、自信を透かすっていうで、マンダに引いてくる可能性が一応なくはないから、これエッジにするか、どうせ地震でガルド落ちないからな。ただそれを分かって突っ張ってくる可能性は、でも相手からしたらまだ噛み砕くとかある可能性、まあ、地震型ってあんまないんだけど、一応まだ噛み砕く警戒はする可能性があるから引いてくると思うんだよね。でここでリヒレだったらぶっちゃけどっちでもいいんだけど、ボーソー、ボーマンダの可能性があって、この時にこの岩技が役立つとは言っても、これエッジだから落ちないから。え、岩は Z だったら絶対落ちてるけど、どうだ、身構え、よし倒した、えらい。さあこのバンギだぜ、命が尽きるのか先か、相手を倒しきれるかの勝負だぜ。ギルガルド、リュウマイ、自信をしたいけど、オッケー。オッケーではないけどね。これでまずリヒレを突破できる。まあでもガルドが結局きついな、これ。もう一回やると禁止されるしね。まあただこれで多分もうガルドはもうワンパンできるようになったから。ちょっとあと2回バンギアが行動できないか。まあ、ここは自信ですね。一回バンギ引っ込めれば自信一発ぐらいは打てんのかだな。だからバンギ一回引っ込めるのはありか。 S 勝ってるからガルドに一発自信上から叩けるって考えると、ワンチャン残すためにもそれやった方がいいかもしれない。ハッサムが焼けてなければ全然ハッサムやれたけど、さすがにもう無理だな。あ、25は一回動けるから禁止されても、だからここは
ただ HP68 のハッサムがこいつの技を耐えるかだな。無理か。いやでもそれしか勝ち目はない。バンギが最後に上が叩いて勝つってルートしかないから、こっちは。で羽休め、身代わり張ってきてほしいな。ここお、こっちのがまだいいかも。ここ多分殴られたら終わってたんですよ。禁止で粘られて HP 満タンのガード倒せないから。でも相手もこの HP の挟み飛ばせると思うけど、ちょっと警戒したかな。まあ、こっからはね、 D ダウンしないことを祈るしかない。しないことを祈りながら剣舞積んで、ブレードのガルドに対してバレパンで割って、で最後にバンギが一発殴って勝つっていうルートが理想。 D ダウンした瞬間にもうハッサムで勝つルートしかなくなるから、ほぼ D ダウンはだからしないでね。マジで何が起きてるんだここ一体。これちょっともう、いやさすがに厳しい。これはハッサムで粘って身代わりやるっていうのが多分もう無理だから、いや身代わり自体は割れるかもしれないけど、これもう D ダウン引かないことを祈りながらバンギーでなんとかするしかないな。でもあれだ、いやそれしかないや、バンギー捨てるしかない。まあ、正直きついんだけど、最後に一発殴れるとは言っても、一瞬満タンのガルドを殴ってもしょうがないんですよ。だからもうディダムした以上これしかない。一応こいつのシャドウボはハッサムに半分通んないから、やけど込みで多分ね、願望もあるかもしれない。だからこっから一回もディダムしなければ、じわじわ剣舞でパワーアップして殴ってっていう風にできるかもしれないね。見苦しいけど、やらせてくれ。まだ負け確じゃないから。ただ D ダウンしたらもう速攻で降参する。ここは一回羽から入る。で次のターン剣舞ですね。最悪シャドボの PP がなくなってもいけるのかこれ。いやもう羽休めの PP が先なくなるか。マジで なんだこいつ。もう降参しよう。なんやこいつ本当に。バケモンかてめえは。降参しよう。これ無理だわハッサン。お前よく頑張ったけどな。まあ、よく頑張った。相手が悪すぎた。ネットを、だって相手ネットを確定急所、シャドボ確定 D ダウンだからな。さすがにそれ勝てないわ。対戦ありがとうございました。またこれはもう相手が普通に強かったね。